はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第187回でございます。今回テーマが、さ、4月になったよっていうね。ざっくり言うと4月のポイントを話すんですが、まあ、ポイントって言われてもさ、この時期ってピンとこないじゃないですか。まだ始まってないし、みたいな、ね、感じだと思うんでね、ちょっとフランクな、まあ、崩したタイトルにしてるんですけど、で、あと、昨日、無事イベントが終わりまして、帰ってきたからそのイベントの話、そして今月の目標、を、4月、その月の初めのダラダラジオでは話そうかなと思います。今年はね、それやっていこうと思うので、その辺も聞いてみてください。じゃ、行きましょう。ってことで、まあね、改めてになるんですが、まあ4月のポイントを、まあ話していこうかなと。今日4月1発目なんでね。で、ひとまず4月2日ですよ。昨日4月1日、エイプリルフールだったんですが、皆さん、嘘をつきましたでしょうか。自分はですね、すっかりつくのを忘れまして、ちょっと声裏返しって、そう、何もなく終わってしまったんですけど、ただ、これ撮ってるのが4月1日、前日に撮ってるんですけど、深夜に。今日、まあ、キャスをやってね、で、イベントの時に、100ミビーンズをもらったんですよ。なんだ、会ってくれた子にね、あれですよ、ユニバーサル、USJ で買えるやつなのかな。ちょっと出そうか。これですよ、こういう、わかる？なんかね、すごいんだよ、これ。耳垢味とかさ、そのゲロ味とか腐った卵味とかね、普通のブルーベリーとかね、バナナ味もあるんですけど、まあこういうのがあるんです。で、これをせっかくもらったから、そのキャスのね、で、生放送の時に食べようってやったんですけど、まあ事故ですよ。で、これ本当は YouTube ライブでもやろうかなと思ってたの、最初。と生放送で。まあ動画残るしさ、でもまあいつもキャスでみんな集まってくれてる子たちで、まあ集まってワイワイやろうかなと思ってやったら、このね、まあ、美味しいのと美味しくないのを両方食べたんですけど、そのゲロ味と腐った卵味をね、ここの真ん中のね、食べたんです。で、ゲロ味はね、まだ頑張れたの。ちょっと耐えれた。でもね、この腐った卵味がもう本当にダメで、俺。いやもうね、放送事故ですよ。本当に YouTube ライブでやんなくてよかったって思った。で、これ、そういうのもあったんですけど。で、まあね、話戻しますね。で、4月の、まあ、ポイントっていうことで、で、学校まだ、始まってないじゃないですか。で、始まってないし、まあ、進学、新しく中学生になりました、高校生になりました、大学生になりましたっていう方もいらっしゃると思うんですけど、特に中学生になった方、そして高校生になった方、まあ、なる方だね。これから入学する方っていうのは、勉強する内容がつかめないからさ、何もできないじゃんっていう感じだと思うの。で、もちろん高校の場合は、宿題が出るんだよね。結構課題出るところ多いんで、まあ、その課題で予習やったりするところもあると思うんですけど、ひとまず、その高校生になる子たちは、その課題絶対やりましょう、ちゃんと。で、特に、予習後を指示されてる方。ね、これ覚えてこいとか、このページやってこいって、この教科書予習してこいみたいな、あるんですよ、結構。それは、予習ってめんどくさいんですけど、やっぱり、高校の方が予習って圧倒的に大事なのね。中学校も言われるじゃん。予習やっとけよって。でもさ、ぶっちゃけ、やらなくてもちょっと追いつけるんだよね、中学校って。ただ、高校で予習やってこいって言ってくる学校は、それだけスピードが速いのね。授業の。進度が速い、スピードが。だから、予習をある程度やる習慣つけておかないと、結構ドロップアウトします。追いつけなくなる。高校の勉強に。特に部活やったり、バイトやったりとかしたい子は。そう。まあまあ、もうね、その、兼ね合いもあると思うんだけど。だから、その予習をやるっていう習慣をつけるためにも、多分ね、3月ってね、結構ね、こう、合格したっていうところの、その気持ちの、まあ、モチベーションじゃねえや。気持ちがさ、浮き足立ってるから、そっちに浸るんだけど、4月になると、あ、ちょっとやんなきゃな、みたいな、なってくるんだよね、気持ちが。で、そのスイッチが入るのが遅くなると、なんだろう、出腹をくじかれるというか。で、自分はよく言うんですけど、中学校、高校、両方一緒ね。できれば大学生もそうなんだけど、一番最初のテストってめちゃくちゃ大事なの。これは、学年上がった方の、一番最初のテスト。中2、中3とか、高2、高3の子たちももちろんそうなんだけど、それの何倍も、中1と高1の子、の一番最初のテストは絶対こけちゃダメなの。いい？これもう口うるさいこれ言うんだけど、だからこそそこでこけないためにも、体を作るというか、予習をする体。で、中学校になる子たちは、小学校の復習。中学校入学ってなかなか宿題出てこないんで、まあ、小学校の復習でも構わないんで、それをやる。できるんだったら、中学校の数学とかは予習がしやすいので、
まあ、教科書まだもらってないかもしんないよ。でも、まあ、自分の場合動画撮ってるからさ、それを見てみる。っていうのもありだと思う。へえ、こんなことやるんだ、ぐらいで。いいからさ。最初は正の数とか負の数みたいなマイナスの数とかをやっていくのね。中1の子たち。で、それをある程度、なんだろう、把握しとくと全然違うから。いいかな ?4 月になったんで月が変わるっていうのは気持ちを変える、スイッチを変えるっていういいきっかけになるから、昨日ね、4月1日、こうなんだろう、エイプリルフールだぜみたいな、ちょっと盛り上がったかもしんないけど、ここでスイッチをパッて変えて、ちょっとやるようになっていこう、勉強をね。ただし、いきなり全然やってなかったのに、よっしゃ3時間行くぜみたいなのが結構厳しいから、だからまず10分とか20分からで構わないので、勉強を毎日やるっていう体づくりはした方がいいです。そして、最初、いいスタートを切ってください。ね、特に進学する方、中学、高校に入る方っていうのは、不安もあると思います。環境変わるからさ、友達できっかなとか、馴染めっかな、楽しいかなっていろいろあるんだけど、でもその不安っていうのは、入ってみなきゃ解決しないんだよ。いくら考えたって、絶対にいい方向には持っていけないの。だって始まんないと分かんないんだから。で、もちろん不安になる気持ちは分かるし、それをね、無駄とは言わないけど、解決しないんだったら、それを気にするよりもできることした方がいいって。うん。何かしら動いた方がいい。と思うので、もうポイントはもうそこだけです。そう。進学する方も、進級する方も。最初のテスト。まあもちろん5月とかと思うんだよね。入学おめでとうテストはまだいいっす。それはいいんだけど、最初の中間テストですね。多分だいたい5月かな。うん。2学期だとちょっと遅れるけどさ。そこのテストでいいスタートを切れるようにしてください。ちょっとこの話長くなっちゃうんだけど、なんでいいスタート切んなきゃいけないかっていうと、じゃあちょっと例えを出そうか。じゃあある方が高校入学しました。まあ中学校でもいいよ。自分のなんだ、会うとこに、合わせて想像して。入りました。学年はじゃあ200人とします。一学年200人いる高校が中学校です。で、最初のテスト受けてみました。ね、もちろん勉強の仕方もわからない。最初のテストだからね。で、受けてみたら、じゃあ130位でした。いい。で、その130位がどう感じるかは分かんない。みんなにとって。最初のテストだから。でも、きっと、周りから、特に親御さんね、保護者からは、まあ、塾の先生分かんないよ。ちょっとまずいな。いや、結構怒られるかもしれない。半分いってないとかね。そう。でも、最初に130位っていう数字を突きつけられると、自分の脳の中で、あ、自分ってこのぐらいなんだなって、もう思い込んじゃうんだよね。で、これ絶対に、俺多分5月か6月のダラダラジオで話すけど、この先言うんだけど、一回こけるでしょ。で、一回こけた方って二回目こけちゃダメなの。二回連続でこけたら、もう、先入観、あ、この辺なのかな ?130 位ぐらいなのかなって思ったのが、確定になるから。あ、もうダメだって。私このぐらいの人なんだって。あ、俺このぐらいなんだな、どうせって。で、そこで思い込むから、そこから上げにくくなるんだよね。やっぱり順位上げるってのは辛いの。大変だよ。エネルギーが必要だから。でも、もし、まあ、まぐれとは言わないけど、もしかしたら実力的にはそんななかったんだけど、最初うまく噛み合って30位だったとします。順位が。200位中30位。そしたら、そっから落ちたくなくなるから。もし次のテスト落ちてしまっても、一回30位取ってるから、そこに行けるっていう可能性を見出せるの、自分の中で。俺30位いけんじゃねえかなって、もう一回頑張れば、みたいな。だスタートが違うだけで意識が変わるの。その3年間の生活の。だから大事なの。最初のテストって。いいかな。ちょっと口うさく言っちゃったけど、ほんとね、ちょっとね、頭の片隅でもいいからさ、置いといてください。全然変わるんで、ね。頑張ってください。応援してるんでね、頑張ってね。まあもちろん春休み楽しんでほしいんだけど、4月になったんで、勉強する習慣をぜひね、つけていきましょう。それが後々自分のためになるからね。待って、これ何分話した俺。ちょっと待って、画面出していい?やべえ、10分になるよ。ごめんね。イベントの話いきます。ということで、昨日ね、3月の29、30、31と、全国回ってきました。で、本当は、ホニャララ駅に着きましたみたいな動画を最初撮ってたんですよ。てか、一駅目は撮ってたんですけど、今回のイベント、すごい俺、タイトなスケジュールで組んだんです。まあ、毎年ね、イベントやってる時に、もう新幹線のチケットも全部取ってて、電車も決めてるから、もう全部分刻みで動いててはいたんだけど、結構詰め込んだの、今回。だから、ちょっと汚い話ですけど、最初に会うでしょ。だいたい最初に会う子がまあ、10時とかそのくらい始まって、夕方の6時ぐらいで終わるんですけど、その間トイレ一回も行かないんだよ。トイレ行く時間もなかったから、今回。飯も食わないしね。もちろん一緒にご飯食べに行きましょうっていう方は食べたけどさ。
そう、っていう風なスケジュールを組みまして。そう。で、まあ、行ってきたんですけど、で、まあ、実際行ってみて、行った都道府県、まあ、あれだね、動画撮んなかったからさ、撮れなかったから、都道府県は、最初関東回ってて、千葉行って、神奈川行って、東京行ってっていう感じで、最初関東回り、で、夜行列車に乗って1日目、そう。で、徳島県、四国の徳島県に行って、岡山、兵庫、岡山、兵庫、どうだ大阪、あと京都とか、あとどこ行ったっけな、まあ、そのあたりを、まあ、ちょっと関西中心でね、行ったんです。で、本当は、九州の方とか、今回、一番多かったのは大阪でした。大阪の方が圧倒的に多くって。で、次に北海道の方が多かったんですよ。そう。で、その北を取るか、西に行くかを本当に迷って、でも、まあ、今回メールのね、送ってくれたメールの内容で基本的に選んだんですよ。ただ、希望日も書いていただいてたんで、その希望日がうまく噛み合うルートでね、このルートを通るときにこの子入るかな、あ、予定ダメかみたいなのを組みながらやったんですが、その徳島に行った方、ね、初めて四国行ったんですけど、自分。そう。で、徳島行ってくれた方の、まあ、どうしてもね、会いに行きたかったんです。そのメールを読んだときに。そう。で、まあ、その徳島に行くためには、やっぱり、そこで時間をすごい取るとこだったので、それで、まあ、西に行こうと。で、九州の方もすごいいたんですけど、ちょっと九州まで行くことができなくって、時間的に。そう。で、まあ、今回こういうルートでね、行かせていただきました。まあ、改めてになるんですけどね、本当応募いただいた方、ありがとうございました。で、まあ、いろいろ、ね、話して、で、感じたことなんですけど、まあ、これ本当別枠でダラダラ話を取るべきだったね。ちょっと長くなっちゃってごめんな。やっぱり、改めて、本当一番思ったのはやってきてよかったなって思わせてもらいました。この活動をね。普段はさ、動画で一方通行で、もちろんコメントをたくさんいただいてるんで読ませてもらうんですけど、でも直接会って、こうこうこうで、こう頑張ったらこうなったんですって、本当にありがとうございましたって。で、保護者の方も一緒に来てくださった方もいらっしゃって、で、うちの娘が、うちの息子がって、こうこうこうでこう変わったんです、本当にありがとうございましたって。言っていただいて、もう最近さ、ほんとおっちゃんでさ、年取ったからもあるんだけど、もう涙腺が緩くてさ、もう泣きそうなんだよね。もう嬉しくて。っていうことがあったから、まあ、ここまで来るのにね、まあ、5年もかかりましたけど、まあ、もうちょっと5、あと5、もうちょっと5年ね、丸5年になるんだけどさ、活動。そう。まあ、でもやってきてよかったな、ってのは思います。で、改めて、で、毎年ね、このイベントやるときに思うんですけど、やっぱりね、こう対面の授業、まあ、塾だったり、家庭教師でもいいんですけど、まあなんかやりたいなっては思っちゃう。思っちゃうけど、でも塾開く気とかさらさらないんだよ。全くないんだよ。予定もないし、その気もないんだけどさ。例えば、なんか、オンラインでね、こうユーザーのね、使ってくれてる方と、こう繋いでさ、ちょっと、ほんと10分、15分でいいから勉強教えて、こうなんか、例えばスカイプで繋いでさ、みたいなの無料でやれたらいいな、とかってすごい思うんだよね。そう。まあ実質多分システムもあると思うんだよ。頑張ればできると思うんだけど、まあ自分の時間がね、それが取れなくてなかなか難しいんやけど、ねえ、なんかやっぱり、こう一方通行でこう動画配信するのもね、やってきてよかったと思うけど、なんかそれプラスでもっともっと違う教育の形なんかできないかなって、そういうことやっぱ考えていかなきゃダメだよな、っていうのを、改めて思いました。自分がこの活動を始めた時っていうのは、YouTube で勉強なんて本当にありえないと。言われてたし、すごいそれでね、馬鹿にされたりとか叩かれたりもしてきたけど、でも今こうやってたくさんの方が YouTube を使って勉強してくれてると。ね、自分の動画じゃなくてもね、他の YouTuber の方もいらっしゃるからさ、勉強ので、それが当たり前には なってないけど、でもある程度はそういう形もあるじゃんって言った時に、え、なんか YouTube で勉強とかしねえよって言われる確率は下がったと思うの、あの当時よりは。あ、そうなんだって、そういうのもあるんだねみたいなふうにはなると思うんだよね、今の YouTube の認知度から言ったらさ。でもやっぱりそこがゴールじゃないし、もっともっと例えば違う形でね、みんなの勉強を背中を押せるような活動がきっとあるはず。自分はまだ思いついてないというか気づけてないだけで、でそういうことを模索してね、やっていきたいなっていうのをすごく思いました。自分は教育で子供たちを笑顔にするっていうのがテーマだから、人生の。そうだから、もっともっと。で、笑顔にするっていうのは、分かって楽しいっていうのもそうだし、テストが上がった、得点上がった、合格したって、絶対笑顔になる瞬間があるの、勉強には。で、そうなるために、今ね、この活動をしてますけど、で、他の形でも、なんか背中を押せるようなことが、
ね、今後できたらいいなってすごい思ってるんで、まだね、これって気づけてないから、具体的な話は何もできないんだけど、そういうことをやっぱり改めて、もっともっと進化していこうって思ったので、ね、今年度、ね、4月変わったからさ、今年度もね、気合入れて頑張っていくんでね、一緒にぜひね、頑張っていきましょう。で、今月の目標ですね。まあ、目標っていうか、こういうことやっていこうっていうのを一応口に出しておこうと思って、で、2017年の目標は、チャンネル登録者30万人なのね。で、俺3月4月は、ちょっとチャンネルの都合上っていうか、勉強チャンネルなんで、登録者落ちるんだよ。で、3月はちょっと落ちたんだよね。1週間ぐらいずっとチャンネル登録者落ち続けててさ、めっちゃ凹んでたんだけど、でもまあ、それ毎年結構その傾向があるんで、で、4月も伸びない、きっとチャンネル登録者が。で、5月から、伸び始めて、まあ、6とか7にガッて伸びる、だと思うの。いつもの感じだと。で、まあ、30万人行くために、まあね、わかりやすい動画を、一本一本撮っていくことしか自分はできないんですけど、ひとまず今月、4月中に、一緒に勉強しようシリーズを一新します。もちろん前のは全部残しておきますけど、もう一回全部撮ります。新しく。で、今回は今まで30、60、90って撮ってきたんですけど、結構ね、自分のユーザーの方って、小学生の方もいらっしゃるんですよ。で、一緒に勉強しようシリーズ、小学生の娘があって、小学生の息子がやってます。あれで、毎日の経度、計算ドリルとかやってるんですよ、なんて言ってくれてて、で、そのお母さんとかによく言われるのが、30分ちょっと長いんですよね。で、やっぱ小学生の宿題って10分とか15分で、短時間で終わらしたいとこなんだよね。そう。だからそういうのも撮っていただけませんかっていうのも結構言っていただいたので、今回、バリエーション増やします。そう。一緒に勉強しようシリーズ。で、一応、今思ってるのは、まあ、30、60、90は撮ろうと思ってるんですけど、15からですね。15、30、60。で、その60とかも、切り方 ?6 のか、それとも、25、19、25とかにするのか。ちょっと形いろいろ考えてるんですけど、その日、みんなが勉強するときに、この時間でやりたいなっていう選択肢が持てるように、やろうと思ってるので、で、今回それでちょっと一個お願いしたいことがあるんですけど、今まで勉強しようシリーズ、見たことないから申し訳ないんだけど、チャイムが入ってるのとないのがあるんですよ。で、勉強が始まるとき、勉強が終わるときにチャイムを入れたやつ、キンコンカンコンってやつね。チャイムがあるやつとないやつがあるんですけど、それ、どっちも見たことある方、どっちも使ったことある方にぜひ聞きたいのが、それあった方がいいかなかった方がいいのかっていうのをぜひコメント欄に書いてほしいんです。で、コメント欄書くのめんどくさい方は、この、ダラダラジオがアップされてる時に、ツイッターで、アンケートも、放り込んでます。ツイートしてますんで、どっちがいいですかっていうのを。で、そこでポチッと押すだけでそれは済むから、もしツイッターされてる方は、そっちで投票してもらえるとありがたいんで、もちろん多い方に合わせますってわけじゃないんだけど、ちょっと意見を参考にしたいんで、ぜひね、ちょっと、コメント欄、もしくはツイッターのアンケートの方で協力お願いします。ツイッターはひらがなの配置、漢字だと出てこないんで、ひらがなで配置って3文字調べると、配置の後に、四つ葉のクローバーマークがついてるやつがいるの、それ俺だから、それ見てみてください。っていう感じです。で、最後になるんですが、そのツイッター今話があったんで、それで締めるんですけど、今、四つ葉のクローバーを最後に自分つけてるんですけど、で、自分のフォロワーさんの中で、四つ葉のクローバーがついてる方がいらっしゃる、つけてくれてる方がいるのね。で、それ、一個のマークで今つけてるんですけど、ちょっとそれ、もし、ツイキャス来てくれてる方なんかは、認知していただけるとありがたいんですが、自分ね、ツイキャスやってる時に、毎回だいたい80人から100人の方とか集まっていただいて、わーって話したりとか相談乗ったりしてるんですけど、呼び捨てで呼んでほしい方。例えば、たくやくんって方がいたら、俺はたくやさんって最初呼ぶんだけど、絶対に。そこ名前をね。名前は絶対呼びたい人なんで、なんとかさんって呼ぶんですけど、みんな女の子も男の子も。で、昔からずーっと来てくれてる方なんかは、もう呼び捨てがいいですって言われてるんで、呼び捨てでこう呼ぶんですよ。それをもう確認してるというか、そう言われてるからね。で、そうすると、初見さんで来ていただいた方とかが、私もって言っていただくんですけど、どうしても自分全部覚えらんなくって、で、四つ葉のクローバーマークついてる方が、呼び捨てにしてほしいっていう、なんだ、合図というか、マークに、として今扱っております。なので、それを、まあ、別にここで言うことでもないんですけど、一応、なんか、伝えておいて、そういうことなんだって認知していただけるとありがたいなと思いまして。だから、ツイッターとかだと、自分呼びつけて呼ぶ方と、呼び捨てで呼ぶ方と、さん付けて呼ぶ方が分かれるんですが、一応そういった事情があります。
はい。なんで話したかっていうと、なんで誰々が呼び捨てる、なんであの人はさん付けなんですかってたまに言われるんで、一応言ってみました。はい。以上です。はい。ということで、長くなりました。ダラダラジオ10分以内に収めるっていう目標もね、プチ目標で掲げてるんですけど、もう20分だよ。ごめんね、本当に。そう。だからね、あれなんだよ。こう、うん。こうで再生数が伸びねえんだよってたまに言われるんだけどね。そう、もう喋りたいこと話しちゃった。では、今回はハイチのダラダラジオ、テーマが、さ、4月になったよ。で、喋らせていただきました。本当にね、長くなっちゃったんですが、ここまでお付き合いいただき、本当にありがとうございました。で、次回が、4月の9日なんで、まあ、学校始まってすぐだね。多分ね、悩み相談が来る気がします。あ、まあ、でも来ないかな。一週目終わると大体来るんですけど、そう。で、今年も、あ、で、今年度も、みんなからもらった悩みを、ね、悩み相談に答えることもね、このダラダラジオでいっぱいやっていこうと思いますので、まあ、メール送ってもらったりとか、ちょっとね、ここのコメントは全部拾いにくくなっちゃいましたけど、まあ、ツイッターでリプくれたりとか、送ってもらえたら、答えれるものには答えていきますので、どうぞ今年度もよろしくお願いします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。